ットメンタルケアの田中です。今日はどんな方がケアを受けにいらっしゃっているのかということについて少しお話ししたいと思います。一番多いのはうつ病の方が一番多いです。その次がパニック障害が2番目ぐらいでしょうかね。で、3番目に多いのが強迫性障害で、4番目がイップスというスポーツのね、症状なんですけれども、このような症状の方がうちのにいらっしゃってるクライアントさんの中ではだいたいそんな順位になるんじゃないかなというふうに思います。その他にも病気ではないんだろうけれども、例えばネガティブな物事の捉え方をしてしまうから、それをなんとか変えることができないかという相談も結構多いです。もちろん心理療法によって物事の捉え方や感じ方、考え方という部分を変えていくことは可能なので、そういったお悩みの方もぜひ受けてみることをお勧めしています。で、最後のイップスなんですけれども、イップスはですね、私がもともと野球 をずっとやってたものですから、野球選手がね、一番まあうちにいらっしゃる方は多いんですけれども、野球の特にそのキャッチャーであるとか、まあピッチャーであるとか、まあ野手ももちろん多いんですけれども、意外とねそのキャッチャーが多いですね。ピッチャーにこう返球ですね、返球がなかなかできないという症状の方も結構いらっしゃいます。うつ病やパニック障害の方がね、まず一番多いんですけれども、かなりねこう重症化してしまって、もう日常生活がね送れないような、もう寝たきりのような状態になっていらっしゃる方も中にはいらっしゃいます。そういう方でもメンタルケアを受けることによって、少しずつ元気になっていかれる方がね、非常に多いです。ハートメンタルケアにいらっしゃる方は、自分は特別なのでなかなか他の人とは違うので治らないんじゃないかというふうなことをおっしゃる方がいるんですけれども、意外とそういうことをおっしゃる方が多いんですけれども、自分は特別、もう人と違っておかしいんだというふうに、おっしゃるんですが、そんなことはなくてですね、本当にいろんな方がいらっしゃるんですけれども、さまざまな症状でお悩みの方が改善していくことが可能ですので、薬物療法等でね、長年、治療してるんだけれども良くなったり悪くなったりを繰り返していて、結果としてねまだ完全に治らないんだという方は、ぜひこういった心理療法も合わせてやってみるということをお勧めしています。無料相談を行っておりますので、ぜひホームページの方からお申し込みになっていただければと思います。待ち時間がないように予約制になっておりますので、ホームページの方からご予約をお願いいたします。 LINE 公式アカウントというのを始めました。こちらの方もショップカードでポイントが貯まるようになっております。ポイントが貯まると無料クーポンというのがもらえたりするので、ぜひ登録してお得に使っていただければなというふうに思います。それでは失礼します。